はい。では次に、えー、資料の3ですね。えー、今、成分の意、e、を拡充し、ここに言論員を設け、持って立法の源をひらめ、えー、大臣を置き、持って審判の権をね、えー、広くし、また、長官を召集して、持って民情を通じ、公益を図り、はい、前時に国家立憲の生態を立て、何時優秀とともに、その権、OK、に頼らんと押す。もう、ここでわかりますね。 これが、はい、立憲生態事実の見事の意義というものです。はい、もう、あといいでしょう。では、下行きましょう、えー。資料の4。第一をおよそ事実の有無を論ずせず、人の栄誉を害すべきの行事を適発交付するもの。えー、これを残機とする、えー。人の行事をあぐりにあらして悪名を持って人に加え、交付するもの。これを誹謗とする。著作文書もしくはガズ肖像を持ち、転換し、もしくは発売し、もしくは提示して、人を残機もしくは誹謗。 するものは、下の格上に従って罪を犯すということで、まあ、こから、この二つありますから、残暴率であるということが分かりますよね。はい。ということで、今回の社学の、まあ、目玉の一つ問題かな。はい、この資料3、4は、資料2の下線部1に対応して、えー、政府が1875年に発布制定したもの、まあ、ここでもヒントが書いてありますね。はい。 資料3、4は当時の政府のどのような方針が現れているかということで30字で書きます。えー、ではですね、あえてこの2つを書かなきゃいけないわけですね。はい。資料3、もう一回行きますと、立憲政体術の見事に。4は残暴率。はい。で、資料は民権を主張。これに対応してどうしたのかということですね。 ではですね、えー、この、どのような方針があるのか、という資料を3、4だから、そんな文字数はないですよ。それぞれに対してから30字。では、今から10秒上げますから、考えてみてください。どうぞ。では、早速行きましょう。まずですね、 えー、基本的に資料3は、今言った立憲政体事実の見事の例、で、言動員が大資金を作って、地方間会議を集め、国会開設の準備をすることを宣言した。まあ、こういうことですね。それに対して、資料4は残暴です。ね、いろいろ死亡中傷とかするんじゃないよと書いてありますね。民権運動への弾圧なんですよ。はい。で、今回は、どのような方針か、どのような方針かを書くんですよ。その中身を書くんじゃないんですよ。 だからまず、まあ回答例としましては、まずそもそも、資料3は国会を作るよという方向を示していった。あつまり、こちらで政府はある意味情報してるんですね。ところが、下はあ、いろいろ取り締まった、弾圧した。だから、資料の3では情報してます。資料の4では弾圧した。そのベクトルの方向性を書くかどうかなんです。 で今回ははっきり言って全然そんな文字数もないし、大した点数もないですからね、えー。だからもう細かい用語とかで点数はくれません、えー。もちろんこれを、この用語をこれを限ってはあんまし意味ないんですよ。ここら辺を大量に書いたとしても文字数くっちゃいますよね。えー、立憲生大重視の見事のりでみたいな書くともほとんどないので、えー、中身を書くとか、例えば間違っても元老院大臣とか、ここら辺を書くわけじゃないんですよ、今回は。 あくまで今回は、どのような方針からので、えー、一応、この対極に、この方向性の違いを書いてあるかどうか。で、要するに、えー、立憲国家の宣言とか、えー、憲法を作るね、えー、約束をしたとか、えー、国会改正を開く約束をしたとか、そういう方向性をちゃんと示してる。その一方、お、言論弾圧、民権運動の弾圧、取り締まる。その方向をちゃんとかけてるか。 それだけです。だから、ここはいくら細かい歴史を入れても点数にはならないので、それを気をつけてください。えー、わさの社学の場合は、そもそも論述問題がね、ないんですよ。出てきたのがこの2年間だけです。1年前は民本主義についての論述問題でした。えー、今年は今回こういうふうなものです。だから、とかくこれは論述のですね、各練習をするというよりも、まず何を求めているのか。 で、わざわざ、今回はこの二つの資料をなので、この二つの資料がまあ、ある意味こう、対局のものなので、それぞれについての中身。で、しかも文字数が、たかだか30字ですからね。だからもう、例えば原因、内容、結果とか、えー、細かい年代とか、細かい歴史を語とかを聞いているものでもないですから。ということでですね、えー、そこら辺を読み取ってもらえたらと思います。はい。では次です。まあ、今のあくまで回答例ですからね。 では続いて資料の5です。えー、軍人を、はい、このですね、えー、警部する風潮は、あ政党のですね、横暴と金権のですね、幕ことから来たもので、えー、あると。彼らの主張する自由主義と資本主義は、実に社会堕落の直接の原因であって、この風潮は日本を指導する上層部の責任であると。故にこの腐敗した分子を除去して、 国家の病を癒さねばならぬ。国族を中殺する、中、ごめん、中陸、中陸するに、えー、何の躊躇することがあろうかという思想が次第に反動的で、はい、えぇ、ー、企業なる軍の上下に充満するようになってきたと。資料後に関連する記述として不適切なものはどれか。はい、二つ選べという問題です。もう昭和ですね、昭和、はい。橋本金五郎が率いる陸軍の青年将校らは桜会を結成した。 の、陸軍青年将校らは、宇垣和かを中心とする軍部政権を実現するためのクーデーターを決行した。は、陸軍青年将校のグループは、犬飼え首相を射殺した。に、橋本銀五郎らは、荒木皿を使用する軍部政権を構想した。ほ、国家改造を唱えた青年将校の一部は、右翼の井上二州らと連携を取っていった。はい、では10秒あげますから、2つ選んでください。どうぞ。 はい。では行きましょう。まず、これですね。一つ目は、これって何かっていうと、三月事件という事件なんですよ。これは実行してないんです。未遂なんです。そして、はは、これ、515事件ですね。515事件は、海軍精錬商法です。 はい。よって答えが、ロとハということになります。まあ、基本的な問題ですね。では、このあたり、まあ、通称、例えば3月事件、その他、えー、これには10月事件ですね。えほ、ー、は、ケスベイラン事件ですかね。まあ、そのあたり、ちょっとね、えー、確認していくことにしましょう。はい。国家改造運動です。えー、国家改造運動、通称、障害心は、青年将校や右翼らが、軍部独裁による、 新しい国家体制と積極的な大陸進出を行おうとした革新運動です。まあ今年出そうな気にしまして、なぜかほら515事件1932年ですね。ちょうど90年記念なんですけど、年です。まず3月事件、1931年浜口内閣の時に橋本金五郎が桜会という陸軍内の秘密結社です。が、宇垣和が内閣事実を目指そうとしたクールター未遂事件。はい、ここです。あくまで未遂なんです。これですね。ということでよって、 はい、この文章はバスだってことがわかります。はい、次、10月事件です。えー、若月内閣の時、満州事変に対応して、橋本金五郎、右翼の大川周明らが、荒木佐藤内閣事実を目指すクーデター未遂事件を起こしました。はい、これが、これです。これが、これです。はい、2ですね。荒木佐藤首相。で、構想ですね、構想。これですね。 だから、これは10月事件。これはマルティゴになります。はい、続いて、はい、決命団事件が1932年。井上日章を率いる決命団が一員殺しにね、えー、暗殺を計画し、えー、井上淳之助、元大倉大臣ですね。この人は、はい、金解禁をした人。つまり、昭和教皇の原因を作ったらされ、えー、射殺されます。えー、三井合弁理事長の段拓真さんも、この人も殺されますね。 ということで、それが、ま、どっちかというと、本に近い形ですね。本に近い形です。他方もだから、本も、だから、丸と。ということになります。はい。で、最後に、五一五事件が1932年です。え、立花幸三郎を率いる右翼団体愛嬌塾と、え、海軍青年将校三上拓良により、犬飼強が殺されますね。有名な話せば分かるっつった犬飼いを、お、問答無用して、え、撃ったというのが通説です。 でも本当はなんか話をしようというのは言ったらしくて話を、話せば分かるじゃなくて話をしようというのが実態だと言われています。まあこれをもって県政の上道という政党政治が終止法を打たれることになります。ということで、ここですね。はい。陸軍は226です。海軍が515ですから今回は派が誤りということになるわけですね。はい。なお、この桜会も出てましたね、ここは今ね。はい。橋本金五郎が桜会。 これですよね。さあ、では資料の6です。この内閣は自変処理と国内革新の2つを同じレベルに置き、えー、これをですね、並行的に解決しようと努めたが、平沼内閣はいわゆる国内革新は別個の問題として取り上げず、えー、自変処理1本を今後に記録施設の根本方針とする、えー、体制をとっていると、えー。では最後ですかね。はい。 資料6に関連して、平沼基地庁内閣、時に、交付された法律はどれか一つ選べというものです。はい、では5秒を上げますから考えてみてください。どうぞ。はい、では行きましょう。まず、いいですが、臨時資金調整法は1937年、この内閣です。で、答えはロなんですが、これちょっとね、なかなかね、この、配給統制法の年代というか、この内閣は難しいと思います。 これは難しいです。だからよってこれについては、法令のですね、判断留保で置いといた方がいい気がします。逆に言うと他は絶対覚えなくちゃいけないものがほとんどです。輸出入品等臨時措置法。まずこの歯と、このイはですね、セットなんです。戦時統制三法というものです。だから意も歯も同じ内閣に決まっています。で、国家総動員法とこれはですね、これは同じ議会で整理してるんです。 これは教科書本文にも出てます。<laughs> ということで、実はこれはね、またもや消去法でローを出すのが妥当な問題なんですね。とにかく判断理由法を覚えてください。では逆に言うと、いい、は、に法は知ってなきゃいけないわけなんですね。ではそれについて今から見ていきます。まず、戦時統制経済で、えー、戦時統制三法というものがあります。一つ目が今言った臨時資金調整法。二つ目が輸出入信と臨時訴訟。 三つ目が軍需工業動員法です。まず、臨時資金調整法ですが、なるべく軍需産業に優先的にお金を有していこう。というのがこの法律です。戦争中ですね、えー、やはり民需品、だんだん足りなくなってですね、で、軍需より民需にこうお金が行きがちになるけど、戦争中ですから、軍需を優先しましょうということです。そして、二つ目。輸出入品と臨時措置法これ何かというと、戦争中、輸出と輸入、どっちが多いですか もちろん、輸入ですね。輸出する余裕ないですね。あんまり輸入しまくると、どんどんお金がなくなりますから、輸入超過を抑えるために、輸出輸入を制限していこう。そういうものです。輸出入の制限。そして、軍事工業動員法は、実はこれはずっと前、第一次大戦の時、1918年に作られたものを施行を始めただけです。これは何かという、と戦時に民間施設を軍事生産に動員する権限を政府に与えるものです。 例えばだから自動車工場を抑えて、でそこで例えばあで戦闘機を作らせることができる。うそういうがこの法律です。はい。で、企画院ですが、内閣直属の戦時統制経済機関で、えー、どのぐらいのね、例えば人を動員するか、どのぐらいのね、えー、戦闘機を作るか、えー、そのような計画が立てていくのがここです。で、後にここは軍事省というふうに名前が変わります。で、ここが中心で、 はい。国家総動員法という法律を作っていきます。企画員が立案です。第一次この絵内閣です。えー、戦時の武士、人員の動員を直令の形で出すことができるようにした法令です。議会は通さなくていいんです。だから、これができたら、もはや議会の意味がないですね。議会の形外化が進む。このフレーズを覚えてください。議会の形外化が進むと。では、このですね、国家総動員法。 によって出た直例がこういうものです。はい。賃金統制令。国民徴用令。価格等統制令。小作料統制令。零零零零。すべてこの結果が出された直例です。えー、賃金統制令ですが、国家総動員法に基づく直例で、はい。業種別に初任給を定めたものです。えー、そして、えー、国民徴用令ですが、 これも国家総論違法に基づく直例で、白紙召集と呼ばれます。戦争に行くときって赤い紙が来るんですよ。白い紙が来たら、これは基本的に戦争で来て工場で働かされます。こうやって国民を強制的に工場なんかで就労することができるような法令です。えー、ちなみにこの国民徴用例の結果、職業選択の自由を奪う。いいですね。職業選択の自由を奪う。続いてですね、価格等統制例。 これは、はい、安倍内閣の時で、これも国家総動議法に基づく直例で、戦争中品不足、そうすると物価が上がりますね。だからあらかじめ物の値段を決めてしまう。それを公定価格制と言います。公定価格制。しかしながらあ、みんな安く売りたくないじゃないですか。だから裏で高く取引をする人も出てくるんです。そこでですね、この結果、闇取引が横行することになります。闇取引が横行することになります。その他、小作料統制令ですね。 これも国家総動員法に基づく直例で、えぇ、ー、印がバン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 取ってしまうと、結局戦争中、米が足りなくて、米を配給、配るのに足りないんですよね。そこで地主の利益を抑えて、誤作量を制限。誤作量を制限していきます。で、これです。この国家総動員法と同じ議会で成立した法律として、電力国家管理法、これも今出てましたね。えぇ、ー、国策会社、日本発送電会社を作り、国が発電と送電を管理します。 以後、国が必要だという分野は全部国の参加に置きます。こうやって市企業への介入を強める契機となる法律としても出てきます。ということで、今出てきたこのあたりの法令を覚えてなくちゃいけないんです。で、このあたりの法令を知っていたら、残るのがこれですよね。だから、このどだけ、えー、おかしいというのは気づけるわけなんですね。だから、何でも覚えるという最低ラインのところを覚えたら絶対解けるようになっています。今回の結構、社学の問題、えー、何個もそういうのありましたよね。 だから必ずこの判断流法、迷ったら置いといて失要知識で勝負を張るようにして解いていってほしいと思います。はい。まあこれでですね、まあ今回早稲田のシリーズは最終回ということになりました。ですので、あえて最後は今回は、えー、まず早稲田得意を2つ選ぶ問題をたくさん見ました。そしてこのあえて判断流法というのを使うことを最後でもう一回確認するということでやってきました。 えー、あとはですね、もうちょっと問題に慣れするのと、今まで知識足りない人は知識を入れてください。そこでもう一回ですね、えー、言っておきますが、あの、すでに総計のハイレベルの一問一答という動画がずっと上がってますから、そちらも徹底して見せてですね、足りない知識は取り込んでいってくださいね。はい。それではですね、またお会いしましょう。さよなら